こうと。なんで3にしなかったんだ、知らねえから。こうやって習っていくわけよ。あ、チェストどこだ、やべえ、落ち着け。ダイヤ回収、一旦戻る。このダイヤの剣もったいねえよっていう気持ちわかるけど、待ってな、俺今1秒争ってるから。で、猫ちゃん、おいで。猫。猫来てくんない？あー、よかった。でも猫ちゃんそこにいるとさ、届いて。ストップ。こうして、このスリル、リスク理論って呼んでる。リスク取れないやつは何事も成功しないっていう無意味なリスク。今俺は無意味なリスクを背負ってる。意味のないことなんかないんだよ。ちょっと待ってないな。一瞬待ってる。鬱陶しいな、お前。牛相当増えてきた。あ、やばい、これはマジぞ。これは作業のしがいがあるぞ。俺もはやこういうアクシデントにビビらない人間だからね。逆にありがとう、そういう思える人間になったの。あああああ丸見えじゃねえか、丸見えじゃねえか。